はい、リバーカーの皆さん、こちらです。マサイルです。今日はね、以前ちょっとリクエストがあったので、腕固めをね、やろうかなと思います。腕固めはね、結構ね、ソフトによっていろんなやり方、種類があるんだけど、まあ、その、良くないのからやろう。良くないやつ。ないです。腕固めは、この、腕で相手の腕を押さえるから、ポイントで言ったらすげえピンポイントで、この相手の腕を固めていくわけね。で、なんだけど、肩の上に相手の腕が乗って、はい、これでもう固めていくっていうのは、結構腕が抜けやすい。どんなに固めても。抜けちゃう。もう、これ抜けないようにするにはどうすればいいかっていう話なんだけど、抜けないようにするためには、ポイントが2つある。なんで？一つは、まあ、ディープハーフクラフ。こう腕あります。ここに対して、こうやって三角形を作って腕を押さえるようにすると、まあ、その三角形ってどういう風に見えるかって言ったら、この腕こうあるじゃん。これ道着だからちょっと見えにくいからさ。こうなったら、ここに三角形を腕固めやと作る。自分の腕が三角形。そう。これでタップ。なるほど。タップできなかった今。こうやって、まあ、ダブルタップ。こうするタップ。決まっちゃう。足タップしかできない。え？この腕に対して、この腕に対して、こっちから行く。一本。で、相手の三頭のあたりを通過して。三頭のあたり。なん？そう。で、ここで6本。で、したらここに二の腕に高プレッシャーをかけるようにして、少し引いてみる。おぉ！こっちは。聞こえてる。あ、聞こえてる。こうすると腕が出る。これは、ハーフガードとかやってると、すごい決めやすい。へぇー。うん、まあ、どういう時に決めるかって言ったら、まあ、相手がこうハーフ、俺がハーフガード取ってるじゃん。ハーフガード取ってるでしょ。はい、そしたら相手がこうボディロックとかしてるわけ。はいはい、それに対してこっち出して、この感じで、これで終わったかと思った。これこっちなんですよ、岸君も。岸君も。何これ、団体戦。こうやって、こうやって、ここで勝てるじゃん。おー、やだやだやだ。あー、ごめん。え、だで、肩で絶対押さえるから、肩ちょっと浮かさないと。あー、全然タイトになったよ。体ちょっとねじれんすね。そう。え、そうすると、まあ、腕固めで決まりやすい。だから、まあ、最初このセットアップなんだけど、すごいいきなりここを狙うの難しい。あ、いきなりここを狙うと難しい。だから最初に肩掴んで、自分の腕とバッティングさせるみたいにつけて、これロックしてこう。おお、分からんかった。全然聞こえない。腕がぺちゃんこいな。ええー、だからハーフガードとかやってても、ここ一回プッシュして止める。そしたら腕潜り込ませて、結構なんか柔道の昔ながらの本とか読んでると、こうやってやれるとか書いてあるんですけど、こうしないんですよ。それは、まあ、次やる方法で若干使うけど、はい、そこまで重視される。次やる腕固めの方法は、さっき言ったこの寝ていくタイプのもの。はいはいはい。これだと腕って抜けちゃうわけよ。好きなタイプの話。これで腕引っこねるんで、抜けちゃう。抜けちゃう。で、なんで、ここをね、ここをね、ここを狙ってねじる。ちょっとさっきより、だいぶ深い、だいぶ深い。で、深いから抜けないんだけど、深いからそんな悪口言わなくてもいいや。肘自体は決まってないんだ、これ。決まり場所がちょっと違う。ここで当てたら、予選で、で、ここを蹴る。逆の足。いや、また、壊れちゃう、壊れちゃう。肩壊れちゃう。そう、関節2つあるんですよ。違うんだ。そう、これでもね、これはこれだけじゃ決まんない。これだけだと寝ていった時に足がスカスカだと、ほら緩い、はい、決まんないでしょ。え、この耳あるやつ、変なやつ。ここを蹴るとここでなんかもピーンって伸びちゃうんですよ。すり合ってキュッと。ここのポイント、ここの対角線のポイントをこうやって伸ばすことによって、ああ、おお、
そんな技ないだろ。だけどこれはこうしててもほらこっちにプレッシャーがないから、あだから最初の腕固めで肩で作った場合はここでロックして、あこうやって作るようにして寝ていくと、すげえ、なんかめっちゃできそうな気がしてた。うん、これが腕固めのコツだよね。だからまあこういうやつ見つけたらさ、まずちょっと警察で連れていかないといけないから両腕に対して腕固めして、え何お前臭い。じゃあ俺は手を何手をでも俺こっち蹴られるんだやばい、うん、え何それ臭い。これ元米流、ああバキュラえちょっとですあんまりないよ、えあんまりないあんまりないよ、何も言ってない、うん、へぇなんだよこっちでも、でもこっちの場合は痛い、はい、で、痛い脇剥がれちゃう、うん、だっこの時、ここにプレッシャーかけるとこね、ちょっと後ろみたいな感じだ、ここにプレッシャーかける、肩が脇上げてきて、あーなるほど、あらあーこっち上げて肩を落とすんだ、え、まあ、こっちこうやって えあっプレッシャーそしたらこれみんなこれ怖がって足めっちゃ出してくるから、はいはい、こっちじゃない、こっち出すぐらい出てくる、こっち出してくるからこういうのをほじくって、あーこっちに入れて、あーすごい速かったね、あー足が入ってるんですね、うん、なるほどっていうように腕型の使い方ね、たまにちゃんと喋るな、人の人いやいや聞こえるんですよ、ちょっとだけちょっとだけ聞こえるあら、うん、サブチャンネル始めました。 SNS のフォローとチャンネル登録もよろしくね。今日も最後まで見てくれてありがとう。